これちゃうやん。始まりました。になっちゃいましたよ、カオルンです。よいしょー。はい、カオルンの弟のケンシンです。よろしくお願いします。はい、マイドポンで MC やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ、先週お伝えしましたが、なんと告知を最初と最後にまたしようかなと。おぉ、伯爵なんでしょうか。告知とは新曲が出ます。はい、出ます。ハッピーバースデーシャンパコール、誕生日ね、記念に歌ってもらったりとか。いつですか？リリースはここね、どこに？ここに書いてある。2月12日レコチョク iTunes 他で配信。うわ、おめでとう。よー、あと先行、はい、先行カラオケ先行、カラオケ先行が2月5日からと。カラオケ先行されたとこで歌えるかって話だよ。まあ歌えんじゃないですか。どこでリミにするの？多分2月ぐらい、いつからか分かんないですけど、YouTube、 まあ YouTube プラスあと渋谷の、ああね、はい、でっかいビジョンで、そう、PV 流れるそうなんで、多分1ヶ月間ぐらいじゃないですかね、はい、ずっと流れる。1時間に2回ですか？1時間に2回15秒ぐらい。それやべえですね、これ。すげえ。やばいですよ、かなり。これが覚えてますよ、これが。人がみんな見れる。これが覚えてますよ。かなりよ、これ。裏の話です。ということで、今日ちょっと久々にね、兄弟でいらしておこうかなと思ったんですけどね。そうだね、結構来てますね。兄弟揃って有名になりたいね、ケンシー。ビッグになる、なるために来たんで、東京に。ちょっと、でもその顔のむくみ具合、ビッグになれないサラリーマン。その顔のむくみ具合はちょっと、これ触れたらもう、これもう何も言えなくなる。残業した次の日。これ言ったらもう、本当にね、今に始まったことだ。今もめっちゃ、今もイケメンなんですけど、むくんでない賢秀はめっちゃイケメンですからね。そうなんですよね。しかもヘアメもカリスマ。なんだそれ。これヘアメじゃないと、これ寝起きのこれ10分。なんだそれ。隠さないとこれね。失礼し、なんか今日受けてるってこと。視聴者に失礼だな、お前。いつも受けてますよ、もう本当に。何か知らないよ。これでも二十歳ですよ、こっちは。え？この間成人、ね、成人式だったもんね。この間成人式。おめでとう、賢秀。みんなお祝いして。何もあげてません。どっぷりからでいいんで、お願いします。お兄ちゃん100万円ぐらいある。まあ。まだ俺もらってないですよね。100万円だけでいいの？もうそれはもう絶対もう一回言ったことは心に残る。そうそう。100回分割しちゃうじゃん。100回分割で。嘘でもいいから、嘘でもいいから兄貴に1万もらったって言っといてよ。嘘でもいいから。いや、そんなね、よくできた弟じゃないんで。1000万あったら何買うの？1000万あったらもうね、お母さんに家をプレゼントしよう。買えるの？九州で買えないでしょ。九州で土地あれば買えるかも。いや、九州でも安いですよ、結構。あのね、三河健一が CM してるんですよ。土地なしで建物だけ全く何十万円。安いのありますからね。結構安いですね、家賃とか。土地さえあればあれだけど。そう、おじいちゃんとかもらって。ここはもう親父にも言うしかない。親父がね、あれだからね。エラ削れって。でもそうなんですよ、整形したいんですよね、エラのところ。お、マジか、見てるマジか。多分俺じゃないですか、これ。結構俺、意外にエラ張ってる、張ってはないんですけど、ちょっと出てるんですよね。でも自分ではこれがセクシーって捉えてるんですけど、長所と考えてるんですけど。そうそう、前向きなことですわ。ポジティブが一番、ポジティブが一番だから。すごい買いまくるんで、今日。今日買いまくる。ポジティブ、ポジティブ、ポジティブが一番。言いにくくないですか、ポジティブ。ひどいね、今日。全体的にちょっと大丈夫かなと思いながらやりたいと思うんですけど、まあ今日はね、まあ、みんな歌える人がいるんで歌ってもらおうかな。おお、はい、
そんなプレゼントしちゃっていいですか。あ、ここ歌うまいって言うんだよね。これやばいですね、白尺一刀に。まあカラオケワンフレーズでやっての罰ゲーム割り的な感じでなんかやっていこうかな。行きましょう。罰ゲームは何なの。最近ずっと罰ゲームやるんだよ。誰だ俺汚れもうやりたいよ。いやそんなまあこのグループは知らないんで。俺帰っちゃう、怖い。俺帰っちゃう。変な帰っちゃったら帰っちゃったで、それはもう白尺の思う評価がちょっと変わってくるところ。でも白尺が負けるわけないですからね。負けること考えてる時点でダメだよ。負けること考えてる時点でしょ。白尺が負けないもんじゃない。そう、何のゲームですか。あれカラオケで採点のやつをやろうかなと思ってたんですけど、まあとりあえず新年ここ一発目なんでね、はい、この3人。はい、そうですね。今年の方法をちょっと言ってもらおうかな。ユニットでの、ユニットでの、ホストでのユニ、ホストでの目標じゃなくて、ユニットでの、はい、目標を言ってもらおうかな。先週もみんなもう言ってもらってるんで。はいはい。え、新年一発目？違う。新年二発目。でもみんなが多分出るのは一発目。あ、俺だね。はいはい。まあ今日であと残り今年も349日だから、今日16日でしょ。そうですね、今日16日です。349日、はい、1日1日をね、これ大事にしてね、ちょっと俺頑張ってブログとかも書こうかなと思って、ユニットのために、うん、ちょっと知名度上げたいから。そうですね、もう今年1年が、ね、勝負ぐらいと思ってるから、もうだらだらやってしょうがないからね。もうやれる時にやっていくって、もうせっかくね、いろんな大人が絡んでくれてね、はい、いろんなでかいスクリーンにビジョンに流してるし、ね、川上にちょっと頑張っていただいて、本気出していこうかなって思ってます。よろしく。よっ。うわ、やばい、全部言われた。全部言われた。じゃあ、全部言われた。カール君と兄弟揃って有名になります。よろしく。よっ。よっ。あとブログもいっぱい更新するんで、見てください。はい。よっ。そうですね、今年中にはやっぱ M ステら辺ちょっと狙ってるんで。早いね。早いね。早いね。早い、今年言ったら紅白だろ。いや、どう早い。どう早い。そんな勢いでねってことでしょ。でも、スペシャル TV のなんか全国版みたいな、世界版みたいな、紅白みたいなやつあるからね。へぇ、そういうなんかビーズさんが紅白、出たことないのかな。なんか昔言ってたから、俺たちは世界なんで紅白の目が目じゃないですって言って、そっちの方に向けてた。スペシャルのそういうものがある。スペシャルか、MTV か、そっち系の。なんかでも、MTV とかでもそういうスペシャルとかでも音楽だけの力ってすごいですもんね。すごいよね。音楽だけでそこまでいってるっていうものを考えて。NHK はまあ日本全員見てるっていう感じだから、紅白で。まあ確かにみんな出たいみたいなことはありますけどもね。はい、音楽だけで言ったらね、そっちの方がね、やっぱ出たいよね。確かに。そうですね。ミュージシャン、そしてはね、ただ僕ホストもやってるからね。どっちも出たい。やりつつ。もう欲しがり屋さんです。どっちもナンバーワン欲しいです。白尺に向けてと代わりに向けてのコメントばっかりだね。剣心泣いたでも剣心むくんでるからね。あー、そこそこ、そこ結構重要だと思う。そこ重要っすね。白尺 LINE 返してて LINE したの俺。あれ本当に白尺の声独特。そうなんだ。これ残念。白尺大魔王、白尺大魔王の声だよ俺。でお前って飛び出ていっちゃいちゃいちゃいちゃん。すぐ答えますから、もうどんどん本当コメントしてください。ケンタロウ、ケンタロウ、ケンタロウ、おい、ケンシロウ。違うか。そうね、今日も凄まじいね、君。今日も凄まじいね。まあでも今日ポジション取りをね、ちょっと考えた。福岡の滑り台を代表真ん中に置いとかないとさ、NG コメント。ケンシンいるとちょっと、何も喋んないけど、落ち着くね、安心感ある。嬉しいっすね。まあ、十何年間一緒に住んでるから、そうだろうな。嬉しいっすね。そりゃそうだろうな。そう。でもね、兄弟で同じ店ってどういう感覚なんだろう。いや、もう全然もう、ウェルカムですね。俺、兄貴いいんだけどさ。兄貴と同じ店ってちょっと微妙だよね。普通のなんか仕事とかだったらまだいいのかなって思いますけど。まあでも、年子っていうのがいいじゃない。俺は、超離れてるから。ああ。だからもう、お兄ちゃんというよりお父さんぐらいの勢いだったから、まあ、そういう状況あるのかもしれない。もうチャンスっちゃチャンスですけどね、兄弟ですって言って僕も紹介されて、あ、まあまあまあ、そうだね。変に利用したりとかもできる、まあ、いつも利用されてる、まあ、相手も親近感が湧くからね。でもね、どっちかって言ったら弟兄みたいなね、なんかいつも言われるね。見た目はね、今日も原始にまずまずつけてるから。
本当にこんな顔じゃないんで、会社帰りのサラリーマンみたいな、こんな顔じゃないんで、まあ、実際に見たら絶対かっこいいから絶対一回来てください。ロミオカメラ目線で話そう。伯爵大帝来てるからさ、伯爵大帝来てるからさ、 LINE ID 載せてよ。やりますか今日も、うん、じゃあ今日も3名の LINE ID を載っけてもらっていいですか。お願いします。38歳じゃないからね。かける500ぐらいですよ、うん、いくつか分かんないですよ。472歳になるんだよね。家康の2公演だからさ。3月にまたギラギラソニックあるから出演希望。ああ、もし出れるなら出たいですね。またそうですね、3月になるんですよ。ギラソニのね、運営者さん連絡あるんですね。はい、もうね、コメント返したいんだけどね、伯爵とね、カオルのことばっかだけしか書いてないから読めねえんだ読めねえんだ、今日これ。ハクション大魔王、伯爵、ハクション大魔王と伯爵大魔王かけたかけてるっていう。あ、まあ、俺の声はケンシロウだからね。ケンシロウ、やっちゃっていいですか。どうやるの、どうやるの。ケンシロウって、ケンシロウってあの北斗のケンシロウですか。北斗の剣のケンシロウの声と、あの、メタテコーランの森田っては一緒の声だから。そうだったんですか。ウォーター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 で、モリところはね、北斗三回剣そう、世代わかんないと思う。だから俺、世代わかんないから、いつもコナンの方のもありました。コナンの方はどうなんですか。コナンの方は、おい、めぐれゲームそれ、伯爵じゃないか。お父さんと、ランコしようラン、友達呼んできてくれいつもの気がしましょうこれは本当にこのお酒飲んでこれ聞いたらマジ爆笑。まあ、空手やってっからね、ランはね。そうなんです。強いですよね。強いよね。なんかアメリカのボディーガード、アメリカどっかのボディーガードボコボコにしてたからね。マジですか。どっかのあの王様のボディーガード、姫か、姫のボディーガード。ランみたいな彼女欲しいな。え、怖くない。本当ですか。喧嘩したらボコボコにされるんだよボコボコしないか。大丈夫です、大丈夫です。あの、ちょっとツン、あの、デレツン具合がちょっとかわいいっすよね、うん、気が強いぐらいがいいっすよ。アニメのキャラだったら誰、彼女にしたい。アニメのキャラだったらナミですか。ナミさーん、ナミさーんすごくかわいいな。誰だろう、俺そう考えたことないが。アニメのキャラって難しいっすね。誰だろうね、結構マニアックに。アニメのキャラ、声で言ったら俺、ドラゴンボールのビーデルさんの声が好きなの。覚えてね。ビーデルさんの声となんとなくわかるけど、ヤワラの声が一緒なんだよ。ヤワラ、柔道ヤワラ。ああ、はい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 、絶対わかんない。絶対わかんないけどビーデルさんもわかんない。ビーデルさんの声はなんかまあまあすごい落ち着くの。どんな声なの。ゆっくりした声。なんつうの、ゆっくりした本渡しの声。感じだったけど。だからその声を聞くとちょっとね、あれすんだよね。何する。ほっこりする。もっこりはしないけど。ほっこりする。誰かいるキャラで。アニメとか漫画とか。あ、ハム太郎のリボンちゃん可愛いじゃないか。赤人間じゃねえじゃん。ハム太郎ってハム太郎に似てるって結構言われるから。人間じゃねえから、ね、人間じゃねえからそれは許可できねえなまあでもね、リボンちゃんもう見たことないな。トットハム太郎もうちゃんと見たことねえな、あんまり。俺もないんすけどみんな誰が好きなんだ。誰好きだろうね。あれ、彼氏にするなら、彼女にするなら誰がいいとこうバーキーあげてほしいよね。コメントで、うん、彼氏にするなら誰誰、友達にするなら誰誰、彼氏にするなら誰、自分が女だとして。やっぱあれっすね。何で、それはアニメのキャラ。アニメのキャラだ。アニメのキャラね、パッて思い浮かばない。永遠の王子様書いて。俺あの千の千尋のハク、ハクが、ハクハクって言いたいもん。セフレにするなら伯爵書いてある。正解工藤新一、キムタク。カイトくんって何。カイトくんはあげない、渡さない。カイトくん、カイトくん、カイトキット、カイト、ああ、あのソウルジャパンモデルのカイトさん。違う、カイトキット、あのコナンの方の、コナンの方かな。カイトキットかっこいいですね。初見だから自己紹介して、もう一回自己紹介してほしいらしい。待って、初見らしいですよ。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。
なんだっけ、これもうフォローとか通知とかあるのかね、あれみたいなね。通知はあるか。通知はあるんじゃないですか。視聴通知、一応登録してれば通知はし、うん、来るんで。通知登録してほしいね、なんかね。すげえ。うん。伯爵です。よろしく。謙信です。よっ。ハム太郎です。よっ。ID 見つかる。ケンボーです。ケンボーです。ID 打ち間違いしないように気をつけてくださいね。送ってくれるのか。はい。ID は多分皆さん出してるんで。僕でも年齢認証でこれ多分送れないです。薬中じゃないよ。違うよ。最近よく言われる、なんか痩せすぎて、何かしてんのみたいな。やってませんよ、そんな絶対に。はい、言えますよね、それは。薬やるぐらいだったらね、酒でね、パキれるからね。酒飲んでるから関係ない気がするね。薬関係ない人よ。じゃあなんかセックスは気持ちいいらしいよ。うわぁ、そんなもん、ほんとまぁ、あ、でも俺、薬やなとも気持ちいいけどな。何やってるの、なんでやん。決め始めたの。九州帰って決め始めたの。いや九州帰っても、ほんと地元の友達しか来ない。女の子、女と思ってない。何や、幼馴染、全然十何年ぐらい会ってない幼馴染とかだったらさ、はい、可愛くなってるかもしれないから。いやそのあれでちょっと成人式行ったんですけど、全然変わってなくて、本当に悩ましたね。式とかも本当10分ぐらい帰って、もう地元の友達みんなに飲んでました。やっぱ東京の方が可愛い。全然可愛いっすね。九州にするだろ。もうちょっと可愛くなってね。友達見てんだろ。本当もっとね、可愛くなってはいいよ、お前は。かわいそう。お前何様だよ。お前本音出すな、本音。俺はそうやってこういうの出るから。俺の宮ちゃんバレちゃうから。今日のお前言えないと可愛くないよ。パンパンやろ。何も言えない。サラリーマンの忍者九州。九州バカにすんなよ。九州バカにすんなよ。地元の友達なんで。まだ。九州バカにすんな、右下って。俺右下か。知ってる本名。ほら、おい、井村。誰や、誰や、これ名前出さんかい。井村や。ケンシン30代ですやん。あ、多分これあれですね、地元のやつです。ケンシンはもっとイケメンになれ。ここで入ってきたか、地元。どうだって来たかな。あ、帰ってこないらしい。帰ってくんな。もう帰ってくんな。うん、もう帰らんわ、もう本当に。寂しがんなよ、バカ野郎。誰見てる、誰見てる。何人が見てる。多分、何純平と鶴瀬、多分男だけっす。純平くん、さっき純平と会ったね。純平くん、多分こういうのは純平ってらしいね。純平くん、純平コメントいっぱいちょうだい。純平ホストやろ。純平、純平、いろんないい女いるぞ、東京には。で、僕の後輩がもしかしたらロミオグループに入るか。タオル黙れ、タオル黙れ。これ見てね、なんかホストやりたいって言ってくれるんだったらいいね。そうっすね、今がでもチャンスですよね。でもオーディションも、そうそうそう、これからオーディションも多分あると思うし、だからこれ見てる全国の人はもし女の子だけじゃなくてね、男の子もね、うん、ホストやれるって思うと思うから、うん、東京一回来てもらえればいいんじゃないかな。そうですね。そうだね、うん、会いたい、会いたいよね、会いたい。本当に人生がもう360回。日本人って何、1億1億今いくつになったんですか。今6000とかだ。1億6000万人だよね。どんぐらいですか。増えてるんですか。で、1人に1秒は会うことができないんだよ。うわー、やっぱ縁って本当に大切だな。俺らが死ぬまでの間。やばいっすね、そう考えるとなんかすごいっすね。今出会ってる人たちってほんと奇跡だよ。すごいっすね。奇跡だぜ、君と会えたのは。うわぁ、ちょっと説得力ありますね。もうそのトーンでちょっと、ずっと喋ってもらっていいですか。そのトーンでしょ。おかしい。俺一人でピンでなんかやられたらそれはいけるけど、こうね、盛り上げなきゃいけない。芸能人、北川景子好きだよ。北川景子っすか。北川景子、最近北川景子好きなんですよね、なんか。あ、なんかまた、うん、シンデレラのテレビ結構出てるもんね。あ、映画出てるね、北川景子。北川景子と、あの、嵐の桜井くんが出てる、あの、夕食は、あ、謎解きはディナーの後で、最近ちょっと DV 言われて見てます。あー、やってたね、そういうのもあったね。一人でこうやって体操座りしながら見てます。伯爵、抱かせてっておかしいよ。抱いてなのこれ。抱かしてあげましょうよ。男マグロになってたってことでしょ。ゲイが多分いますね、こんな中に。こんな中にゲイ存んでます。でも俺ゲイにモテないと思うんだけどね。なんか俺二丁目行ってさ、どういうおっさんになりたいのって目指せ京本政樹って言ったら惹かれたもんね、二丁目で。まあ二丁目からしたら違うんですよね。気持ち悪い。小林なのよ。ケンコバ、ケンコバとか、ケンコバとかそういう感じでしょ。
男性ホルモン。男性ホルモン受診中。受診中。グレーのスーツのポンといいます。よろしくお願いします。ポンさん、ロミオで専務内勤やっております。やっております。静かな気がする。今コメントどのぐらいいってんの？コメント今500ぐらいですね。どうなんですかね、この時間で500。いや、早いよ。めっちゃ早い。まだ20分ぐらいでこのコメントは結構早いもん。みんなありがとう。ありがとう、パチパチ。ありがとう。30です。2000いっちゃう、2000。88。2000いっちゃう。パチ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 。はい。パチ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 。全然パチパチしてる。AKB で誰が好きなのって出てるけど。AKB 最近全然わかんない。AKB 増えてきちゃうよ、でもね。わかんない。AKB 誰なんすけど、もう本当。ともちんとか大島優子とかしかわかんないです。こじはる知らないの。こじはるはちょっとなんか性格悪い。AKB 誰だろうな。なんかもう知り合いの娘とかが入り始めてる年代だからちょっとわかんない。若いもんね。え、中学生とかからいるの。12歳とかで研究生とかいるじゃん。わかんないな。犯罪になりますね。びっくり。将来楽しみだな。あのフレッシュレモンの子。あれ二十歳。あ、二十歳なんですか。フレッシュレモンで。そうなんですよ。あの、フレッシュレモンになりたいの。あー、いたね。え、あの子可愛いな。新成人、新成人。天心としたら。そうなんだね。若いな、そう考えると。全然。なんか。あーだよな。でもあれはまあ好きやんやけどな。フレッシュレモンは。武井絵美ちゃんも僕とためです。あ、そうなの。あの、老けてるね。もっと若いかと思ってさ。嘘、俺もっと大人っぽいの。18とか19ぐらいの。大人っぽい。18ぐらい。俺も大人っぽいか。あー、そんな感じ。俺より年上なのかなとかちょっと思ってたんですけど。うん、今もわかんないよね。でも、実物だったらすっげえ若くないからですね。あー。実際見てみないとわかんないですからね。肌見たらやっぱわかりやすいですよ。あ、肌見るとか。もう僕なんかもこんなむくんでます。今やばいよ。結構やばいよ。やばいよ。マジやばい。20歳の肌でもない。でもちょっと健康版にいる。否めない終わりしよう。どっちもとねえ全然違う中脇だよ。健康版はね、収録しなよ。健康版どんな、いやでも今日限定ですからね。今日ジュニアさんなんでですのジュニアさん似てんねちょっとかじってます今日も LINE 出してるんで LINE の方に皆さん送ってください。なんかあれば、あ、多分来てる。じゃあ来てんじゃない。来てるっぽいね。剣心と薫と伯爵の ID は出てるんで、でも剣心がちょっと検索できないっぽいなんで。そうなんですよ。やけど、あの生でこう見に来てくれた方がやっぱありがたいですね、僕の場合は。俺の LINE 出してもみんな送ってこないから大丈夫だって。私はもう出さなくても大丈夫です。はい。もうやかってますやん。でも何気にね、あんま送られてきてない。もう無駄にすげえなっていう気がするけど。あら、なんかコメントに、あら、あら有名な、あらマジかる。俺むしろ出してくれたら男の人から欲しいな。ライン伯爵は鬼ロリがいいな。正解。鬼ロリって言っても俺小学生やだからな。だって小学生とか無理じゃないですか。無理だねと思ったんですけど、この間テレビで12歳の子がどうたらこうたら書いたら、どうたらこうたら、もう高校生にしか見えなかった。見えるか見えないさんぐらい。生の対象に見えちゃうんすか。対象というかランドセル背負ってる姿が浮かばない。そっちじゃないけど。マナちゃんはないっすよね。大人の女の顔してるよね、マナちゃん。たまにね。マナちゃんは笑顔の作り方とかね。出来上がってました。人間性がなんか大人になったらちょっと怖い感じはあるっすよね。怖くはないっすけど。黒い女になりそうっすね。マナちゃんよりもでもあのちっちゃい女の子、可愛い女の子いるじゃないですか。佐々木のぞみをちっちゃくしたみたいな。誰か既読旋回って誰か書いてあるけど。俺か俺は違えんな。俺は違えんな。いや、あのニコ生中はちょっと俺あんまり携帯をいじりたくないっていう。ちょっとそう楽しみたいなみたいな。楽しみたい。そう、楽しみ。でもこれでそろそろ歌う大会になる。今見てくれてる子も、うん、そうやってくれてるかもしれないけど、それリアルに会話して、リアルに会話してくれたら多分嬉しいかもしれない。じゃあ、終わった後コソコソしましょう。コソコソ LINE 今なんか言ってほしいのかもしれないよ。あ、ですか。俺の LINE 出されちゃったね。いつの間にか出されちゃった。電波悪いですもんね。
でもお前の携帯が悪いんじゃん。俺の携帯が悪い。変えたの？指名変えたんですけど。まあうちは指名変えられない店ですからね。え、それくらいこれ。はい。中古。え、これ俺が昔使ってたタイプぐらいの。一番最初のやつじゃない。今使ってるやつ。今使ってる。とりあえずメールと LINE ができたりかなと思って。すごいよね。やばいじゃん。ああ。あんまりあの携帯とかあんまりそういうの。初期、初期じゃん、初期。初期、それ初期だね。ということなんで、まあ、俺らは良かったわけ。そうっすね。あの、まあ、帰れたらいいから。そういえば、伯爵通りなんか同じ道をたどるじゃないけど、俺がたどってるんですよね、携帯を。俺と一緒に見に行ったね、これ。そうっすね。伯爵と一緒に買いに行ったんですよ、けんあの携帯を。で、いろいろ説明をこう、俺とタラが聞いて、なんか俺お父さんみたいな。俺こうなってたら、俺いいじゃねえか。何でもやってくれるからね。さあ、それで俺説明聞いた分、俺も欲しくなっちゃったよ。ああ、同じくした。これ同じなんですよ、伯爵と色違いなんですけど。じゃんじゃん。これしか出なかったね。じゃんじゃん。どっちの方がいいですか、黒とグレー。変わるときグレーしか出なかったね。そうなんですよ。ブラック結構あれなんですよね。赤とブラックが取れる。白がいいって。白とシルバー。シルバーだよね。シルバー、まあ一応シルバーなんですけど。じゃんじゃんじゃん。まあスタリッシュだね。そうそう。剣心の過去発表、何の過去を発表しますか。いやー、誰なんすか。ポケベル。ポケベル、ポケベルじゃ合いますよ。ただ顔出したいよ。俺もこうやっていきたいけど、俺もこうやっていきたいとこなんですけど。ちょっと俺の ID を出したんだから送ってくれ、誰か。じゃあもう男でもいいから。まあ、私は携帯なくしすぎなんだよ。何個なくしてる。なんだかんだポンさんが一番モテますからね。去年で何個なくしてるの。いや、4とか薄いでしょ、本当に。やばいよ。あの子とのあんな動画や、あんな静止画が。あんな静止画が。動画と静止画がね。女ネタ発表って書いてあるけど、女ネタ発表できるのは俺ぐらいしかいないからやめましょう。俺は何。いや、別に過去だったら全然構わないけど。過去だったらね、別に何でも。地元のあれだと。女ネタ発表って言っても、でも相手があるからね。うちらはいいんだけど、相手側がちょっと。でもぶっちゃけないですよね、俺。こんなネタ。でもやっぱ嬉しいんじゃないですか、高校で出してくれたら。いや、だってもう終わってんだよ。終わってるけども、なんかいろいろね。変な終わり方したんですか。え、俺なんか変な終わり方はない。変な終わり方ってなんで。変な終わり方ないけど。終わってもめちゃめちゃ仲良かった。俺の元いろいろあったのって、結構有名になってたりするじゃない。あ、お仕事お疲れ様です。これやばいだろ。お疲れ様。お疲れ様。ハゲチンだわ。俺自身の暴露あるようで書かなくていいよ。さっきも名前だけで十分だ。もう書かなくて大丈夫だ。日付番号2番だろ。え、2番。ああ、3年の時は2番だったですね。1年が北九州高校。北九州高校出席に番号。あ、そうか。あ、イーウーの順番だから。2番だ。2番。3人ぐらいまで行ったんで。すごいね、2番って。結構。いや、2番じゃないもん。いや、俺5番やったっす。え、そんなもん。はい。俺6番目ぐらいだった。俺20番前後なんです。やっぱ1番にはなれないよね、やっぱ。悔しいですね。安倍さんとかさ、が大体1番取っちゃうんですよね。だから相川さん。相川さん。相川さんは、あ、そうだな。あ、いいだろうね。うん。確かに。そう考えると名前ってすげえな。すごいっすね。一番最後の人が大体でもあれ、あれ前すぎてもさ、なんか発表するときに出席番50人とかやるからさ。ああ、いや、それが嫌なんですよ。確かにそれもなんか発表してください。でも俺中途半端だからすげえドキドキしながら待ってた。まだか。やべ、全部言われたしみたいな。私は鮎川。基本的に俺最初らへんでしたね。身長も最初らへんで全部そう、そういう面でも最初らへんだったな。そんな前からちっちゃかった。前からそうですね、5番目ぐらいですよ。前から5番目。小学校の時はちょいちょいでかかったんですけど、剣心はでかかったもんね。でかかった。小学校の時で、チェビー中学ぐらいからだんだん、そう、中1から、あ、ちょっと剣心の方が高くなったやないみたいな感じの話になって、いや、一切しか違わないとリアルに感じるよね、それね。俺でも俺の兄貴気持ち悪かったと思うよ。俺超ちっちゃかったのに、はい、兄貴60何センチ68とか。名前は出さないですけど来ました。同じ、お前と俺同じくらいじゃん。後でお願いします。兄貴も変わるくらいだから気持ち悪かった。やっぱ兄貴の方ってやっぱちっちゃいですかね。弟もやっぱでかくなるあれなんですかね、 DNA 的には。なんかそういうパターン多いよね。ありますね。
そうです、はい、ね、女もね、妹の方が可愛かったね、ありますね、それやっぱお姉ちゃんを見てるから。あれ、どっちの遺伝子の方がいいですか？こっちとこっちは剣心と薫はタイプ全く違うんだな兄弟だね、気になりますね、すごいね。まあ、荒れてるわけではねえな、タイプ全く違うからな。どっちですか？じゃじゃん、どっちがいいんだろうね。もう全然違う、確かに。いやもう今日はむくんでる。俺は全然俺かっこいいって言われたことがない。かっこいいって言われたことがないですよね。かわいいよ。かわいいなんですよね。かわいい系だろうね、完全な。逆にかっこいいって言われたことがない。かっこいいしかない。俺でも可愛かったな。ポンさんはどっちですか？俺、両方ねえな。俺はどっち？ワイルドですか、間取って。なんだろう、間なの。間なの、それ行き過ぎてワイルド。可愛いって言われてるのも、もうかっこいいって言われてるのも、どっちも俺バカにされてると思うから、俺両方別に言われなくて、いじられてる方が楽。うん、うん、女の子からだったら。あー、うん、確かにありますね、それは。まあ、上手いよね、本は。なんか、女性の扱いがね。いやいやいや、遊んでるだけです。あらららら、やらやら。子供をあやしてるのと一緒で、子供好きでしょ。そうですね。だから子供をあやし方が分かんないから、うん、女の子のあやし方も。あ、だからこう寄ってきてくれるのは、そっかそっかそっかってやってることしかないから。あ、うまいなって思うよね、なんかね。めっちゃうまいですね。なんかと対等で見りゃ一緒じゃんと思って、それでからかえばなんとかなるわってずっとやってきてるから。ダメなんだよね、そういうことできたらな。気持ちいいですよね、そういうことできたらね。あと1000万の振り上げがあって、2000万だよね。コメントも今日2000万いきたいな、本当に。あ、今コメント数が今すげー来てるよ。マジっすか。855だよ、この段階で。おー、すごいじゃん。ありがとうございます。2000万いっちゃおー。2000万、2000万いっちゃおー。2000万いっちゃおー。2000万じゃない。あ、2000万いくりだ。2000、え、2000だ。ちょっとじゃあ、1回ここで CM 入ります。歌いたい。次は歌おう。その後にちょっと歌おうかなと思って。歌おう、みんなも一緒に歌おう。見てね。つけてんな、俺。ホストクラブで一番エンターテインメントなお店を決めるニコライト第1回東日本シャンパンカールグランプリ。盛り上がり度、デッセ、バカバカしさ、他にはない感覚間違いなし。初代チャンピオンに輝くお店は一体どこなのか。エンターテインメントを兼ね備えた店舗が続々集結。2014年1月23日、会場は新宿プレイスにて。チケットお問い合わせはニコナイトアットナイトチューブドットネットまで。ぜひご来場ください。のことを考えて今僕はしています。でもね、筋でラブできるってだけじゃないから。終わらないエタニティ、寂しさをでなぞるよ。土曜はクラブバール。はい、なので、はい、じゃあ後半戦はちょっとこれから歌でもやりましょうかね。あ、歌いたい。はい、最近カラオケ行ってないし、ういうラストも歌えてないからな。なんか最近あんまり聞いてない気がする。まあでもね、最初はじゃあ誰から、じゃんけんでいこうか。やりますか。はい、君どんな歌が好きなんですかね、みんな。確かに全部。いや、あの一番だけ、オールジャンル。最初はグー、じゃんけん、はい。じゃあ俺から2番目で。2番2番目で。最初はグー、じゃんけん、はい。うわぁ。僕はもう、じゃあ1番。じゃあ8番。いきましょう、参りましょう。もうちょっと喉の調子悪いから。いや、まあそういうのはね、ちょっともう。何がある。歌いやすいのでいいんですか。歌いやすいのでいいんですか。歌ってほしい曲、歌ってほしい曲、コメントください。天心かおるに。そう、天心かおるが歌ってほしいやつはちょっとコメント。何でもいけますよ、僕も。レゲエ、ラルク、そういうもの。やっぱ結構あれなんですね、ビジュアル系とか好きなんですよ。やっぱどういうのが、でもね、バラバラだと思う、見てる人は、本当に。うん、いろんな人が見てくれてるから。だって他店さんなので、それはちょっと言いません。
入れていいよ、あ、いいですよ、おそのまま入れちゃって大丈夫です。それは次白尺アップで、白尺アップでいきます。白尺アップで、あっち画面でいく、あっち画面で、あっち画面で、カメラを切り替えてもらって、あっち画面で、ちゃんちゃん、おーい、おーい、おーい、パチ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 、どこ見えるの、君に会いたくて誰よりも会いたくて、もう一度この手を繋いでほしい。ちょっとマイクでかいなこれ。この部屋にまだ僕は染まえた君の面影を探してるよ。目を閉じれば今も君がそばにいるような気がして、いつかは当たり前のように別れが分かっていたのに、君に会いたくて誰よりも会いたくて、忘れることなんてできやしないから、君が見えなくて何度も傷つけたけれど、もう一度この手を繋いでほしい。してきたけど、泣いたり笑ったりして、僕らはどんな時でも手をつないできたけど、いつかはいつの日かは、ある朝僕が目を覚ますと、この世界には君はいないんだね。起こそうとして隠れてみても、君は探しに来ないんだ。ああ君はいつの日か深い眠りに落ちてしまうんだね。そしたらもう目を覚まさないんだね。僕らが今まで冒険した世界と、僕は一人で戦わなきゃいけないだね。ボートに置くドラゴンも僕ら二人で戦ったね。勇者の剣も見つけてきたよね。ああこのまま君が起きなかったらどうしよう、そんなこと思いながら君の寝顔を見ていたんだ。カメラ目線だとカメラ目線できないの。そうです。こうやってこうなカメラ目線ができない。見ちゃう。あ、見える。
まあ、一人ぼっちの。あ、謙信？一人ぼっちの謙信ですよ、もう、ほんとに。一人ぼっちの、ね、女の子ぐらい。こっち行くとね。今のは世界の終わりの眠り姫でした。わっ、ねえ、君は愛の続きをねえ、誰と知ってる？確かに俺がいけないってことを今じゃ認めてるよ。あの日の俺は少しなぜだかどうかしてたんだ。愛してるその言葉しか思いつかない。夢の中さえ君は来てくれない。あぶらしはいつものように鏡の前にこう並んで待つよ。俺は待ってる、信じて待つよ。愛してる。新橋になりました。誰が新橋？ちょっとかっこいいサラリーマン。誰がチャラリーマン？ちょっとかっこいい。誰がチームチャラリーマン？やっぱでもうまいね。いやもう声がガラガラ声でもちょっとサザンオールスターズ歌えなかったって思うらしい。サザンオールスターズ。これこそ本当にサザンオールスターズ。ということでじゃあ発作あれ行きましょうか。何行くかず。ロータスしかないでしょ。でもジョイだからね。入ってないのかロータス。入ってないっすね。あらら、ジョイだから入ってない。ダムしか入ってないんですか。あれカード入ってない。残念。入ってればね、いいんだけどね。残念だからね。入ってる。ケンシごめんな、カオル批判がすごい。カオル邪魔ってよ。ごめんね、一緒に譲ってんの。俺の存在が邪魔だって。お兄ちゃんがいるから僕がちょっとあの生きてる感じなんですよ今は。いいこと言う。そうだよね。いいね。そうだよね。僕一人やったら本当チャラリーマンみたいになっちゃうよ。ないよね。どうか。ないっすね。この後に俺が歌ってもちょっともったいないだけだから。はい。でないね。罰ゲームは何？罰ゲームは別に今は決めてなかったです。そしたら誰か本気で歌うかなと。あー。でも罰ゲーム完全僕になります。いや、わかんないよ。まあ、君、顔をむくんでる時点で、まあ、まあ、それは視聴者に失礼だったから、はい、顔がどんですか。そうですね。視聴者にね。どんだけエーバーワールドの金字塔ってやつを歌ってほしいんだろうね。金字塔って何の歌なの。ウーバーワールド。え、それあれなんか知らないな。得意なやつ。俺は、わかんない。コノさん、ウーバー好きですもんね。ウーバーは好きだ。でも、ウーバーの人だ。あと誰かね、うん、あんな高い金出ないですね。出ないね。なんだろう、覚えてはてんだろうけど、うん、新曲アカペラやりたいけどできないんだよね。もうちょい経ってからだね新曲は。そうですね、はい、まあ解禁されてないんですか。最後にじゃあなんか3人でまとめて歌える曲歌いましょうか。3人でまとめて歌える。サーティララサイとかはないですかね。祭りの後しかないでしょ。なんで3人で歌えるか。全然3人で全然違うじゃないですか。3人じゃないか。あ、俺の防衛を言ってんの。なんか伯爵の防衛かと思ったら俺が一回防衛を歌ったやつ。あ、そうなの。あ、聞きたいですね。あら、ちょっとポーさんの防衛聞きたい。聞きたいですね。じゃあ伯爵と歌うだ。防衛何歌ったの。じゃあ防衛いきましょう。何歌ったの。防衛何歌ったの。防衛なんか俺有名なやつしか歌ってないニューヨークじゃないですか。じゃないどういう。いや、伯爵が分かる曲でいきますよ。おい、全曲分かるよ。年齢バレるやろ。年齢バレるやろ。ボーイ
君たちが知ってるやつだと全部わかるよ。そうっすよね。ボーイで出てこないんだけど。逆に俺らが知ってたら、あれってなんで知ってんのってなるんですよね。キムロック、キムロさんすごいんだよ。キムロさん一回アイドルデビューしてるんだ。アイドルデビューして、すごい給料とかもらえる位置にいたのに、俺こんなんじゃないって一回やめて、大好きですもん。特に電話して、一緒にバンドやらないと。今ボーイの有名な曲言ってもらっていいですか。鏡の中のマリオネット。あれ好きですか。なんだマリオネット。何でも大丈夫。あれもみんな知ってますよね。僕が知ってる。もうマリオネットは多分わかんない曲わかんないじゃない。もっと有名なのティーブルーとか。ティーブルーわかる。どんな、なんか聞いたらわかる。ティーブルーはよくか、あの光が当たってる。ちょっと秋原さん、あの原曲と分かりにくいから。原曲が分かんない。可愛いとかで一回聞けそう。浜松っぽいですね。ちょっとっもっと有名なのは、はい、カラオケあり。あ、あれらしいですよ。ロータスあります。ジョイサウンドで。あ、そっちでやりますか。こっちだ。やっちゃいましょう。これ枕、マイク俺こうやってやったって。やっちゃいましょう。じゃあ僕らの歌のやっちゃっていいですか。歌詞は俺ちゃんと覚えてます。誰ラップするの。ラップ。ラップ。じゃあやりますか。え、じゃあこう交代。あの、1番2番でやる。歌詞わかる。歌詞俺パッて出せばわかるんですけど、ローザスあんまりわかんない。発声系出てるから多分。歌詞いいかも。多分今大丈夫じゃないですか。なんすよ。お願いします。どっち流すんですか。さっきからうまくいって最後まで笑えるってそんな甘い楽帰るはない。 Ooh, what's the band today? 主観の快感あるようにぶっ飛ぶシェア。 Ooh, what's the band today? 主観すこんな冗談まず100点オーバー。 二人だけの夜に恋仕掛けのハーモニー。ロミオ・ジュリエット。たかがホスト構わない。されどホスト叶えたい。今はまだ見えない光へ。もがき酒もがけ酒もがき酒。その先にその先に光さす。抑えない日々に懐いて挑戦すやけつまずいて。そんな甘いビギナーズなくない。 Ooh, when's the band today? あれらにぶっ通しや。 Ooh, when's the band today?二人だけの景色。ぼよい燃えるハーモニー。ジュリエル。構わない。誰のホストくれたい。今はまだ見えない光へ。もがきつけもがきつけもがきつけ。どの時にどの時にいてるかく。もう誰も信じられなくなってた。そう、国境も通らない覚悟決めた。いかん、不安、痛い、限りも全部痛いて、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 負けやんねえ。
誰のホストを言わせない、誰のホストを信じたい、今はまだ見えない光へ、たかがホスト構わない、それのホスト叶えたい、今はまだ見えない光へ、もがき酒もがけ酒もがき酒、その先にその先に光を差す、今日コメント1500も来てる、うわすごい、もう店行きたいっすね、あれはすごい、ありがとうございます。これ僕歌ってないんだよ、はい、歌えないんですありがとうございますロータスということで歌いましたけど、そろそろね、そろそろ CM コマーシャル、そろそろ CM に行きますか。では一回ちょっと CM あります、ちょっと待ってね。プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる、お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める、30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変、最近飲みますね、酔いますね、相当酔います、僕二日酔いになりにくいタイプなんですけど、なんでいただきます、飲みやすいですね、これはこれでもたまたまじゃないですか、ちょっとこれ数字で見ると結構引きますね、いやでも本当すごいです、これ今までのものとは次元が違います、ぜひ一度お試しください。クラブファイト CM を募集中、イエーイ、イエーイ、さてさて、じゃあ最後に今日はこんな感じなので、みんなでティアモかな、ティアモでいいか、愛してる君、そうですね、ティアモ、ティアモ、ティアモを歌って日曜日の夜に愛してるのか、お別れしようかなと思います。この間に告知もやっていくんで、この間もちょっと聞き逃さないようにお願いします、コメントしてね。じゃあこの歌ってる間に2000いくわ、コメント歌ってる間に、はい、最初はカオルからましょう、カオル立ってで剣心、はい、でワンカメ交代にしよう、ワンカメ交代でじゃあやっていきましょうか、やっちゃいますか、やっちゃいますか、今日はみんなで歌ってもらいます日曜日の夜はベッドが広い、淡い思い抱いたまま朝を待つ、帰る場所がある、あなたのこと気になってはいけない、分かってた初めから、どれだけの想いならば愛と呼んでいいのでしょうか、この胸を締め付け
るたびに目を閉じてるのは明日を見たくないから、抱きしめられるとときめく心はあなたをまだ信じてる、声に出さないまま愛してるの叫ぶの、なぞるだけの遊びのような恋にはもういてない昔から、誰一人傷つけない恋を人は愛と呼ぶかの、終止符くらいは私に打たせて、それが最後のわがまま、一人きりではもうラブソング歌えない、もっと早く会えたら、あなたと知り合えたら、二人の小肌も合わせられたのに、もっと長く会えたら、あんたと向き合えたら、二人へのどこを重ねてた、キスをするたびに目を閉じてるのは明日を見たくから、抱きしめられるとときめく心をあなたをまだ信じてる、声に出さないまま愛してる、ここで告知を2月12日にハッピーバースデーシャンバゴールっていう新曲が出ます、ね、ハッピーバースデーの時にみんな大事な人と歌ってくれたら嬉しいかなって思います。で2月5日カラオケ先行配信するんでみんな歌ってください。でその前後にね YouTube 多分流すと思うんで覚えてもらってもう歌ってもらったらね、そう10秒前で全国のビッグエコーにポスター貼られるからよろしく、また来週、どうもありがとうございます。でもなく溜まり込んだことにさえ何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだためをやめ、ラクダに紛れ込み この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。